ダルバザはトルクメニスタンのアハル州にある村。カラクム砂漠の中央にあり、首都であるアシガバードの北約260キロメートルに位置する。意訳すると関門。ダーバザのカナテン社としてはダルバザのほか、ダルバザ、ダルワザとも記される。稀にダルバサと記した文献もある。人口約350人。住民のほとんどはテケ族トライブで。 遊牧反遊牧生活を送っている。2004年観光客にとって不愉快な光景だとしたサパル村とニアゾフ大統領の命令によって集落が取り壊された。ダルバザ付近の地下には豊富な天然ガスが埋蔵されている。1971年にソ連の地質学者がボーリング調査をした際、ガスを発見することができたものの、その過程で落盤事故が起き、 採掘作業用の装置が置かれていた場所もろとも直径50から100メートルにもなる大きな穴が開いてしまった。有毒ガスの放出を食い止めるため仕方なく点火することになったが可燃性ガスが地下から絶え間なく噴き出るため延々と燃え続ける事態となった。後にこの穴を住民は地獄の門と名付けた。現時点ではこの天然ガスの燃焼を食い止めることは 技術的にとても困難と判断され、また、天然ガスの埋蔵量自体が不明なため、今後いつまで燃え続けるのかもよくわかっていない。現在でも消火するための解決手段はなく、依然として燃え続け、一種の観光名所ともなっている。2010年になり、トルクメニスタンが天然ガスの増産を計画する中、グルバングルベルディムハメドフ大統領が現地を視察し、穴を封鎖、または、 周囲のガス電開発のために対策を立てるように指示した。なお、周辺には同様の掘削工が残されているが、それらはガスの圧力が少なかったために着火されることはなかった。そこに液体や泥が溜まった状態で放置されており、泡が出ている様子が確認できる。ありがとうございます。